ヤンデル・フランシスコ・グスターブは、ドミニカ共和国ドアルテ州、ピメンテル出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。2010年5月25日に、アマチュアフリーエージェントで、ヒューストン・アストロズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・アストロズで、プロデビュー。14試合に登板して0勝5敗。 防御率8.20、27奪三振を記録した。2011年もルーキー級、ドミニカンサマーリーグアストロズでプレーし、14試合に登板して0勝4敗、防御率12.10、19奪三振を記録した。2012年にアメリカ本土へ渡り、ルーキー級、ガルフコーストリーグアストロズでプレー。10試合に登板して2勝1敗、防御率5.79、 22奪三振を記録した。2013年は、アパラチアンリーグのルーキー級、グリーンビル・アストロズでプレーし、10試合に、先発登板して2勝3敗、防御率2.68、49奪三振を記録した。2014年は、A 級、クワッドシティーズ・リバーバンディッツでプレーし、23試合に、登板して5勝5敗にセーブ、防御率5.01。 82脱三振を記録した。2014年12月11日に行われたルール5ドラフトでボストンレッドソックスから指名され移籍したが、同日にトレードでカンザスシティロイヤルズへ移籍した。2015年3月24日にウェーバー工事された後、26日にサンディエゴパドレスへ移籍。さらに4月3日にルール5ドラフトの規定に従い、 元球団のアストロズへ返却された。この年は AA 級コーパスクリスティフックスでプレーし、46試合に登板して5勝2敗、防御率2.15、49奪三振を記録した。2016年はトリプル A 級フレズのグリーズリーズで開幕を迎え、8月10日にメジャー初昇格を果たし、翌11日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。 最終的には14試合に登板し、防御率3.281勝と、メジャー初勝利を挙げた。また、投球イニング15.1回を超える16、三振を奪い、三振を取る力があることを示した。なお、トリプル A 級フレーズのでは、47試合の登板で3勝3敗、3セーブ、防御率3.79、23四球、55、 脱三振という成績を残した。2017年は初めて開幕25人枠入りした。6試合に登板した後、トミー・ジョン手術が必要となり、6月に同手術を受けた。2018年は前年の手術の影響でシーズンを全休した。オフの10月30日に FA となった。2019年2月13日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加の AA、A、級サクラメントリバーキャッツで迎え、7月18日にメジャー契約を結んだ。この年は23試合に登板して1セーブ、防御率2.96、17奪三振を記録した。2020年8月2日にディフェとなり、9日にマイナー契約となった。 2020年8月17日にピッツバーグパイレーツへ移籍したと報道され、9月6日に正式発表された。この年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されず、メジャーにも昇格しなかったため、公式戦の登板はなかった。2021年は5月のマイナーリーグ開幕から参加のトリプル a 級インディアナポリス・インディアンスでプレーした。 2021年6月25日にサミュエル・エスクデロとのトレードでトロイ・ストークス・ジュニアと共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級ナッシュビル・サウンズへ配属され、7月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。